はい、こんにちは。パーカッションの高文です。ロから始めるパーカッションカウベル編。今回からシリーズでカウベル。特にこうやって手で持って叩くタイプのハンドカウベルについていろいろ解説していきます。早速なんですけれども、このカウベルっていう楽器。まあご覧の通りですね、めちゃくちゃシンプルで、えー、非常に原始的な楽器なんで、とりあえず叩けば音出るんですね。なんですけれども、実はこの叩く場所とか叩き方によってかなりいろいろな音色を引き出すことができます。 といった感じでですね、実はめちゃくちゃ表現力がある打楽器なんですね。で、達人クラスになりますと、もうこれ一つでですね、ソロを10分ぐらい撮ってしまったりする。あの、おそらく有名なのはですね、ラルフ・マクドナルドっていうパーカッショニストがスティーブ・ガットと一緒にやってるやつだと思うんですけども、まあそういう風にソロが撮れたり、あと音が結構大きいし目立ちますんでですね、これ一つでバンドのサウンドを一変することができる。あとバンドのですね、グルーブ感、ドライブ感っていうのを一気に加速させる。 ことができるすごいパワーがある楽器なんですね。で、この動画のシリーズでは特にバンドやセッションの中で、えー、演奏するときに使える知識やテクニックをシェアしていきますので、ぜひ活用してください。で初回の今回はですね、まあ、このカウベルについての基礎知識と、あとこの持ち方ですね、基本的な持ち方についての解説をしていきます。はい、カウベルというのはカウベルなので、まあ名前の通りですね、もともと言えば牛ですね、牛さんの鈴のことを言うんですけれども、それをそのまま音楽に取り入れたり、 少し変形させた形で、まあ、バチなどでですね、叩いて音楽で取り入れていました。特にですね、こういった形状のカウベルっていうのは南米でよく使われておりました。特にラテン系の音楽、アフロキューバンだったり、サルサなんかでよく使われます。で、ラテン系の人たちはですね、このカウベルのことをカンパナ、カンパーナと言ったりしますけれども、同じ意味です。カウベルという意味。で、あと、 ボンゴベルとも言ったりします。というのはですね、ラテン系の音楽でボンゴを演奏する。まあ、ボンゴ奏者が曲を盛り上がった時にですね、このカーベルを叩くので、まあ、これのことをボンゴベルと呼んだりもします。で、カーベルにも実は叩いた時の音程というのが存在します。まあ44、441の A みたいな感じでですね、そこまで厳密ではないんですけれども、だいたい今だったら、どこのメーカーのカーベルでもですね、ハイ、ミディアム、ローといった感じで、最低3種類ぐらいは、 音程がラインナップされていると思います。で、今僕が所有しているカーブルを人通り叩いてみますので聞いてみてください。まずは、えー、真ん中、ミディアム、ピッチ。これがミディアムです。次がハイですね。です。で、続いてこちらが、えー、ロー、低いピッチですね。 ですはい、いかがでしょうか全然違ったと思います。で、これから初めてカーベルを購入しようという方はですね、まあ、まずはミディアムピッチ、真ん中ぐらいの音程のものを選ぶとバランスよくですね、いろんなジャンルで使えていいと思います。で、そこから、まあ、好みが出てきたら高いもの、低いものを選ぶといいと思います。はい、続いてカーベル叩くスティックについてです。え、普通のドラム用のスティックで叩いてしまってもいっちゃいいんですけれども、このカーベルの角の部分、これをですね、 叩くと、スティックの方が結構ボロボロになっちゃいますんで、くれぐれも愛用のスティックなどで叩かない方が良いでしょう。まあ、カウベル用のですね、スティックとして1本用意するといいと思います。で、ある程度太さがないと、このカウベルのですね、こう芯のある太い音っていうのをですね、引き出すのがちょっと難しいので、一般的なドラムスティックよりもちょっと太めのものを選ぶといいと思います。で、参考までなんですけども、 僕がカーブルを叩くときに使うのは主にこの4本です。で、このスティックはですね、もともとマーチング用のスティック。マーチング用のスティックってちょっと太いんですけども、を切り落として短くしたものです。で、この茶色いのはですね、これはファイバーグラスっていう特殊な素材で非常に硬い材質のものです。 これはドラム用のスティックなんですけれども、まあ、ゴールデンシタンっていうですね、まあ、これも非常に硬い材質のものですで。参考までにちょっと叩き比べてみますので、聞き比べてみてください。えー、まずこれ、えー、ヒッコリーのスティックですね。です。これファイバーグラスのちょっと細め。 これファイバーグラス不透明です。最後これゴールデンシタンのスティック。といった感じです。はい、では最後にカーベルの持ち方について解説します。え、カーベルって持ち方あったんだって感じだと思うんですけれども、まあ究極ですね、どう思っていただいてもいいんですけれども、一応このレッスンでは、このカーベルの音色のコントロール、 音量のコントロールができるように。まあ、つまりですね、このカーベルのキャパシティを最大限に引き出すような持ち方っていうのを紹介したいと思います。で、どう持つかというと、えー、持ち手の方ですね。親指の付け根と薬指、小指の3点で、このカーベルのですね、側面。特に角の部分を支えるように持ちます。こんな感じ。見えるかな つまり、どこにもですね、このカウベルの面の部分に触れていない状態。この角の部分を親指の付け根と薬指、小指で支えている状態です。で、親指が浮いていて、人差し指、中指も浮いている状態にします。要はこのカウベルの面に触れれば触れただけ、叩いた時の楽器の振動っていうのを 止める、ミュートすることになるので、できればこのミュート具合をコントロールできた方がいいんですね。なので、まずは、えー、薬指、小指、親指の付け根の3点で、えー、全くミュートしてない状態っていうのを作って、親指と中指、人差し指で、ミュート具合をコントロールできる状態にするのが理想ですで。最初はですね、ちょっと難しいと思いますけれども、慣れればできるようになると思いますので、 3点で支えて、親指、中指、人差し指が独立して動くっていうのを練習してみてください。で3点でカウベルを支えるのがどうしても難しい、辛いという場合は、この中指も使ってですね、4点で支えてあげるといいと思います。で、親指と人差し指をミュートに使うっていう感じですね。はい、というわけで今回はカウベルの基礎知識と持ち方についての解説でした。 次回から具体的な叩き方を解説していきますので、それまでさっきの持ち方をですね、習得していただければいいんだと思います。はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッションのレッスンや情報発信をしておりますので、ぜひチャンネル登録して活用してください。すでにチャンネル登録している方はですね、えー、シェアなどもしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。